では、今日は PP814 番、ノーマルサイズのフィンガーカットの持ちやすくて回しやすい強いコームですね。すごくワインディングでも何でも使いやすいです。で、フルバングのショートがあって、まあ、セミロングでやや重めのレイヤーっていうヘアスタイルなんですけど、これを、こちら端からもうノーアイデアなんですけど、こちら端から、こちら側にかけて少し、ブレードで編んで、このバングをちょっと全部なくしてみようかなというのをやってみたいと思います。まず、後ろを関係のない部分を一回取ってなくしときます。ちょっと結んでおきます。だいたい関係ない部分のところを髪の毛を入れたくないので軽く結んでおきます。そしてそうですね、814番でうちは三つ編みじゃなくて両端を取るフィッシュボーン的なやつで攻めてみたいと思います。それで目的はこのバングを隠そうと思っています。まあ、うまく隠れるかどうかちょっとやってみますね。隠すために無理やり短い髪を入れ込みます。ここで短い髪を入れ込んで少し前寄りに引っ張ってきます。そうすることによってこのバングを巻き込むことができると思います。まあ、こんな感じに少し緩ませるとしたら上側で、下側はバングを完全に消去させるために割と少しストレッチしながら持ってきます。こういう感じですね。まあこういう感じに全部ここに入れちゃいますね。一応今ここまで編んできました。そしてここまで編んできたら、もうちょっと編んでみようか。ここまで編んできたらこれを少し広げて、ここからひっくり返してフロントに返します。こんな感じですね。そしてこれのところをスモールピンで、スモールピンの変形 C ピンでこれをここに閉じます。でここに一つアクセつける予定です。でこの814で少し上に隙間を作って、で先ほど止めてあったとこですね、これを下ろしてくるんですけど、だいたい後ろを放射状に取りまして、その放射状のまんまルートだけピニングして、この毛先をカールを可愛く落とすという、まあ、ちょっと寝ぼけてふわんとした感じのカールにします。あえてタイトでシャープなものは出さないように、もうだらりとしたやつですね。ただし少し根元を浮かして止めてます。放射状です。ちょっと見せます。
こんな感じです。放射状にとって根元をヒュッと浮かして毛先ダラッとしてます。これであと少し今からウォーキングしてみたいと思います。まあ、こんな感じで、ウォーキングにつなぎます。